それでは次に28番久松道夫議員。久松議員。それでは1日目の最後ということで、日本共産党の久松道夫でございます。3つのテーマで分割方式でお願いをいたしたいと思います。最初が風力発電や太陽光発電への対応のあり方について、環境保全や住民合意についての課題ということでお聞きをいたします。風力発電については6名の方が質問準備をされていると、先ほど立場の議員も取り上げられておりました。重複するところ、あるいは同じことを聞く場合、同じことですけれども、そういう場合があります、あるかと思いますけれども、ご容赦願いたいと思います。まず、今回大変大きな課題になっております、飯高地域の風力発電の計画、これを見ましても、実感としていきなり計画を示して、そしてイエスノーを問うようなやり方に見えるわけであります。乱開発や環境破壊がむしろ今問われている再生エネルギーの推進の障害になっているのではないか、こんな実感もいたします。ここ数年、太陽光発電、いわゆるメガソーラーの設置などにも関わることがありましたけど、そういう事例を見ましても、あるところではいきなり工事にかかって公共物を破壊する、こういった例もございました。よくこういう場合でもガイドライン、あるいは協定書等を遵守といったことが言われるわけでありますけれども、そういったものが無視されているというのが実際ではないかと思います。こういう松阪市における、市域における環境保全や、あるいは住民合意というあり方、こうしたものについての市行政の基本姿勢というものをまずお伺いしたいと思います。これ第1回目といたします。田畑環境生活部長。地域合意というご質問でございます。風力発電に関係してご答弁申し上げたいと思うんですが、環境アセスメントの手続きにおきましては、配慮者用の事業実施想定区域の設定の考え方には、法的に地権者等の合意についての明記はございません。また次の段階となります方法書についても、現状においても策定することは可能でございます。しかしながら方法書においては、住民意見の取りまとめ、および、経済産業大臣の勧告の後、現地調査と、はい、失礼しました。しかしながら方法書においては住民意見の取りまとめ、および経済産業大臣の勧告の後、現地調査となりますが、地域のご協力がなければ現地調査はできないものと考えております。今後事業者が事業の実施を推進していくためには、地権者や地域の理解を得て合意を得られなければ事業実施はなり得ないと考えております。以上でございます。久松議員。ちょっと聞きづらいところがありまして、ね、もう一回確かめたいと思います。配慮書の段階では地域の地権者の合意は必要ではないということと受け止めていいんでしょうか。ちょっと聞きづらかったので、
それから広報省になれば、地域の協力を得られなければ、広報省、いわゆる現地調査ができないので、地域の合意がなければ進めることができないと、こういうふうな受け止めでいいのかどうか、もう一度確認させていただきたいと思います。田畑環境生活部長。先ほどのご説明で聞きづらかったというところで、大変失礼をいたしました。議員を先ほどご指摘のとおり、まず配慮書につきましては、地域同意というものは法の方に明記されておりません。それから広報書でございますけれども、先ほど申し上げましたように、広報書においては、現地調査というものが必要になるわけですけれども、当然、地域のご協力がなければ、現地調査はできないわけで、次のステップといいますか、次は準備書ということになるんですけれども、準備書というのは、その現地調査の内容であったりとか、予測評価等をまとめたものになりますので、当然、調査ができなければ、準備書が作れないというふうなことになろうかと思います。以上でございます。久松議員。広報書の次、準備書って言われたらね、準備書って言われたらね、はい。国や国との関係での、行政的な今の基本姿勢というよりも、行政的な手続きの中で一定整理された答弁だと思います。それで具体的といいますか、一つ申し上げると、この間の業者のやり方、これはもう感想も言っていいわけですけれども、これが配慮書というものですよね。でこの間ずっと現地行ったりですね、説明会聞いてて分かったのは、この配慮書自体が手に入らないわけですよ。でしかも持ち帰りができないから、本当に現地の方がですね、これ苦労して情報開示をされ取られて、それわざわざ私らにご提供いただいたんですわ。私らもあれプリントアウトできないもんでね、ネットには出てますけれども、こんだけのプリントアウトできないから、そして振興局や市域は分かるありますけれども、部分的に写すぐらいしか全部コピーなんてできないわけじゃないですか。配慮書っていうのはそういう扱いだったわけですよね。それで意見を出せということで、2000人以上の方からあれだけの意見出てきたという、その住民の皆さんの声の重みっていうのはまず受け止めなきゃならんと思います。それで小学校からお願いします。これは11月の5日から7日、何人か行かれたと思いますし、ご覧になったと思いますけれども、業者の現地での説明会をやられたときに、出された資料の21ページ、なぜか印象になるかといいますと、ハゼの説明会で、この21ページを見てくださいって言って、若い林業家のですね、地権者になる方が扱われたわけですけれども、これを見なさいと。でこれ何かしかもうそれぞれ言いませんけれども、多く森林組合が地権者である場所もありますし、それから実際林家の皆さんが、私とこの土地がこの中にあるんやと、絶対に譲らんというようなことをおっしゃっていたのが印象に残ります。ありがとうございます。こういう地図である、こういう現実であるわけですけれども、それでもですね、この先のご答弁のなったように、配慮書の段階では現地の同意なくても事業を進めることができるということでいいんでしょうか。田畑環境生活部長。配慮書の段階で事業を進めるというお話でございましたけれども、配慮書もその環境アセスメント上の手続きの一つであって、
これはまあ事業者、事業したい事業者が、法に基づいて、手続きをするものでございますので、次の例えば法務省であったりとかっていうところについてもですね、整理ができれば出てくるんだろうというふうには思うんですけども、ただ地元での事業説明会におきましても、やっぱり地域同意がないと進めないというふうな回答も確かあったかと思いますので、そこのところは、今後、事業者の方が、地域へ出向いて、理解また同意といただくため、動いていくというふうに考えておるところでございます。玉木議員。だからこれからね、これから事業者がどう合意とっていくかどうか、それも事業者と地域のことであって、だけど今さっきのご答弁で基本的なこういう環境アクセス、最初のやつがね、配慮者の段階というか、アクセス調査というか、そういうの、ちょっと言葉取り消します、さっきちょっと正確に言葉分からなかった、いわゆる配慮者の段階で、方法者に行く場合に、しかし、今の事業の進め方としてね、事業者がどう同意取るかどうかは事業者と地元の関係ですよ。しかし地権者が絶対ダメだと受け入れないと言ってるのに、進めることがこういう事業はできるんですかって、そういうシステムになってるのかどうかということを聞いてるわけです。高田環境生活部長。この法の中におきましても、また今回は、経済産業省の担当になるわけですけども、そこからもそのアセスに関する手引きというものが出されておりますが、その手引きの中でもですね、地域へ出向いて、地域の皆さんの理解を深めることというようなことが書かれてあります。ですから今反対をされて見えるというのは、たくさんの方がお見えになるというのは理解してございますけど、それに対して、アセス上、そのアセスメントという制度上は、業者の方が、先ほど申し上げたように、地域へ行って、理解を得られるように、しっかりと説明をしなさいというふうになってございます。そういうふうな、行為といいますか、努力をしていただいた上で、実際には次のステップへ進んでいくんだろうというふうに考えております。久松議員。アセスですね、アセスの進める上で、だから同意をしなさいということはあるんだけども、同意しないと言ってみえるのに、今進めることができるのかできないのか、これはもうここでやめときますが、同意しないと言っても同意するように進めなさいというのがやり方ですかと言いたいわけですけどね。だって同意しないよって地権者の皆さん言ってるわけだから、そういう今の現実だということで、もうこの子が押し問答しててもダメですから。もう一つだけ聞きます。これはね、これは先ほど市長もちょっと橘議員の答弁にもご質問にもご答弁で使われたんですけれども、先日の市長さんや我々議会に対する住民の皆さんの要望書です。で、市長も先ほどちょっと引用されたもんで使いますけれども、この地域の皆さんはこの事業が地域にとって影響に受けられないもので受け入れられるものではないとの結論に至ったと、このことは前提としまして、住民協議会は断固反対と書かれております。そして、市に対してですね、市なり議会に対して、今回の計画に限らず今後こうした大規模な環境に影響する開発計画を地元にいきなり投げかけられることのないよう、行政として条例等予防策を検討していただくよう重ねてお願い申し上げますという、こういう一文がありました。これ私は今こういう計画の中で率直な
感覚といいますか、率直な感触を受け止めだと思うんですよね。だから初め申し上げましたように、今度の計画なんていきなり、まあ、知ってる人がそれまであったかどうか別にして、まあ、議会数で言えば議会の選挙終わってからですね、7月末で選挙末に終わって8月になってこんな計画があって知っとるっていうぐらいのことで、まあ、出てきたわけですよ。多くの方がそうだと思います。特別知ってみた方は分かりませんけれども、でそれが出てきて、ここに書いてあるように、地元としても地元にいきなり投げかけられたと。だから初めに私申し上げたように、いきなり計画を示してイエスかノーかで言えという、まあ、言わんばかりのやり方ですね。だからこういうことに対して予防的な措置を取ってもらいたいという、これも率直に住民の皆さんから、まあ、条例ができるかどうかそういうことは別ですけれども、当然予防的な措置を取ってほしいという住民の皆さんの率直な思いではないかと思うんですけれども、それに対してはどうお答えになりますか。田畑環境生活部長。それではご答弁申し上げます。最初に少しその環境影響法、環境影響評価法についてお話をさせていただきたいと思いますが、わかりました。それでは先ほど市長申し上げましたが、配慮省というのは、地域住民の方々が事業の枠組みが決定する前の段階に意見を、まあ、述べる貴重な機会でございます。ただ今回の事業におきましては、事業計画案の公表や、事業説明会の開催など、配慮省への意見聴取に向けた事前にですね、まあ、多くの情報と適切な期間が設けられておれば、地域住民の皆さんの心象も少しは違っていたのではないかと考えます。今回先ほどお話がありましたように、事前に話がない中で配慮書というものが突然出てきたというところもあって、地域の皆さんが大変困惑されたのではないかというふうには考えておるところでございます。以上でございます。田畑議員。今の答弁聞きますと、方法がまずかったからこういう住民の皆さんの何て言いますか、批判があるといいますか、断固反対というのが出てきたかのように受け止められるんですけどね。私最初に基本姿勢ということで、あんまりこればっか時間かかるともあれですけど、基本姿勢と聞いたのは、やはりこの中で心配されているのは環境変化とか生態系の変化とか水質の問題とか、あらゆる課題が出ているから心配されている、で松坂地域に起こることだから、その問題というのは次に問われてくると思うんですよね。この松坂市のあれだけの飯高地域の川端イレブンのお話がありましたけれども、あそこを変えちゃうわけじゃないですか。それへの姿勢ってあるんですけど、私はもうちょっとそれやってるとね、これだけで50分取るぐらいの質問になるんで、もう今日は今の方法論でちょっと絞りておきますけれども、しかし住民の皆さんはいきなり出てくるようなことにならない方法をなんとか作ってくださいよと、それは行政の市行政としてあるいは議会として作ってくださいよというご意見にどうお答えするか、事業者がも早くからやっとけばこんな批判はできな出なかっただろうなんていうのは、市行政の責任ある答弁として受け止めていいんですか。高山市長。ちょっとまた整理をしながらの話になってしまいますけどね、先ほども同じような答弁をしました。まずそういうことがあったから配慮書のいわゆる環境影響評価法の中で配慮書の手続きが出来上がったのは、今議員がまさしくおっしゃったそのことがあるからこそこういうものが出来上がってきた。それまではですね、まあ、ずっと歴史あります。いわゆる準備書から始まってきたいたものが方法書からやれという話になったのが確か、二十数年前です。そして
今から平成25年の時にね、配慮書っていう制度ができて、実際に事業が全くまだ固まらない段階で、こういうところにこういう事業を考えてますというのをですね、広くきちんと世間に知らしめなさい、その上でいろんな皆さんからご意見をいただきなさいというのが本来の配慮書なんです。今地域の皆さん方が求めている、いきなり出されてびっくりしたというのも、私もその気持ちはよくわかりますけれども、どこかの段階でいわゆる環境アセスを伴うような大規模な事業というのは世間に知らしめて、そして公のさまざまなご意見を聞く必要がある。でそのためにこうした配慮書という制度があって、でその上で事業っていうものを規模であるとか、いろんなものを決めていくという手続きの一番初めの取っかかりがこの配慮書というものでございます。そういうふうに考えればですね、今まだ、いろんなご意見はあろうかと思うけれども、この事業のまずは、係りとしてはこの配慮書があってしかるべき、まだこの制度ができて日は明日をございます。我々もなかなか配慮書というものに戸惑うところも随分正直言いましてございます。なんせどんなものかもほとんど示されてないものが配慮書なんで、戸惑うところももちろんありますけれども、これが制度としてと、法の手続きとしてのまず初めのことであるということはご理解をいただきたい、こういうことで部長は答弁をしたということでございます。久松議員。それはよくわかります。ですもんで、先ほど言いましたように、これも後の今答弁はもらえないかと思いますけれども、住民の皆さんからこういうさっき申し上げたことに対して いきなりこういうことはないように配慮を願いたいというご意見出ている、それへの回答というのはございませんでしたから、これはちょっとご準備いただきたいと、今この場ではいただけないだろうということで、もうこれ以上いたしませんので、そういう課題がやはり残っている、住民の皆さんからのご意見に対して市行政のやはりきちっとした立場は問われるのではないかということを申し上げて、この項を終わっておきたいと思います。はい、じゃあ2点目の国民健康保険税の負担軽減の課題に参りたいと思います。今国民健康保険税、非常に高いということで、当面、子どもさんの応益負担に対する見直し、制度の見直しなども今課題になっておるところであります。生まれたばかりの赤ちゃんに、人頭税がかかる、人頭税と言葉は悪いですけども応益負担がかかるという、国保唯一の制度ですけれども、こういうのを見直しして軽減せよというのを国の方でも動きがあるようであります。これはできるだけ、軽減をお願いしたいなと思います。で、さっきの今回取り上げましたのは、さっきの決算議会で大事なご議論をいただいたと思っております。決算調査特別委員会の環境福祉分科会の審議で、実質収支が令和元年度と比べて3億5000万ほど増額になったと、これは前年度5億7000万が9億2000万ぐらいになったと、いう意味で、この実質収支が増えたということでありますけれども、その中で被保険者への還元等はできないのかとの質疑に対して、基金を積み立て翌年度の税率を上げないために必要と考えていると、また税率を下げるのは難しいが他の方法を検討するという答弁がありましたという、分科会長、殿村議員の分科会長報告にございました。で、これは大変大事な論議であったのではないかなというふうに私は思っております。で、税率を下げるのは難しいが他の方法を検討するという、どういう検討をされるのかお聞きをしたいと思います。1回目です。園部健康福祉部長。
それでは私の方からご答弁を申し上げます。まず議員、先ほど冒頭にお話をいただきました未就学児の均等割の保険税の軽減措置でございますけれども、こちらにつきましては令和4年4月からということもございますので、当初予算の4年度の当初予算で今対応を検討しているというところでございます。よろしくお願いします。そしてご指摘のですね、9月27日の決算分科会にて、実質収支の大きな増に関する被保険者への還元策についての質問に対しまして、税率を例えば下げるとか、そういうところは難しいが、他の保険事業の関係で検討させていただきたいと、ご答弁を申し上げたところでございます。まずこの税率を例えば下げるとか、そういうことを、そういうところでは難しいと申し上げましたことにつきましては、大幅増の要因は歳入では基金繰益金を繰り入れたこと、歳出では新型コロナウイルス感染症の感染拡大による受診控えに伴い保険給付費が減となったことなどがによるものでございますが、令和3年度につきましてはワクチン接種も進み、緊急事態宣言解除による経済活動活発化を受け、歳出は戻りつつあるものと思われます。また歳入につきましては国民健康保険税は被保険者の所得状況により左右されるものでございますが、新型コロナウイルス感染拡大が長期にわたったことにより被保険者の所得は減少傾向にあると思われる現状からも、税率を下げることは困難といったところでもございます。加えて今後数年の間に限定されております国民健康保険税水準の県下統一に向け、三重県国民健康保険運営方針の令和3年3月の見直しには、将来的な統一に向けた本格的な議論を進めるための準備として、保険料の算定方法を含めた統一の定義や前提条件などの考え方や課題を整理していきますとの記述もされております。統一までの期間は基金を活用することで税率をできる限り上げずに進めてまいります。なお他の保険事業の関係で検討させていただきたいとご答弁を申し上げましたことにつきましては、現在令和4年度の当初予算に向けまして検討をしているところでございますので、どうかご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。以上でございます。久松議員。税率を下げるのは難しいという、これは繰り返しですし、税率は簡単に下がるとは思いませんけれども、なんでこれわざわざ今回取り上げたかというと、ちょっと厳しい雰囲気になっているので和ませていただきたいと思いますけれども、実は会議録まだ非公開でまだ準備段階ですけれども、この会議録見せていただいたら、いわゆる3億5000万円ほど増額になっている、これが決算の、実質収支が先ほど申し上げましたように令和元年が5億6000万か5億7000万かな7000万ぐらい、それから令和2年が9億2000万近く1800万、これだけやったら還元せよという ご発言をですね、もう名前言っていいということですから、沖議員が環境福祉の分科会でわざわざご発言いただいたというのは分かりました。で、自分としては国保の問題、何も共産党の久松が一人でわーわー言ってるんじゃなくてですね、他の会派幅広くやっぱりこういう数字を見れば還元を求めるというお声があったということは大変嬉しいことでありまして、だからそういう皆さんの共通認識を持って、これが税率引き下げにそのまま伝わるかどうかは ともかくとして何らかの方法を検討するというふうにおっしゃってますいたわけですよね。他の方法、何らかの方法ということであったから、
今回改めてこの質問をさせていただいたわけです。だから税率こんだけのいわゆる実質収支があれば税率を上げなくてもよい、またそういう運営がされるというふうには思いますけれども、だからこそこの今回このことで、改めて聞かせていただいたということになります。もう一度だけ聞きますけれども、おそらくこれから国保審議会が開かれてですね、で令和4年度の当初ということでいろいろ出ておりますけれども、これらは国保審議会に諮られるのかどうか、その点だけ確認しておきたいと思います。園部健康福祉部長。ですね、この国保審議会の関係につきましては、今ちょっと私の方で今ここで即答させていただくということはちょっとできません。その審議会につきましてはですね、今後そのような中で協議をしていきたいと思います。以上です。さあ次。いやそれは担当部長がここは審議会にかかるかかからんか、ここで即答できやんで、それはまずいですやろ。そんな、もうこれ11月12月ですやんか、明日で。この前の4年前の引き下げの時だって12月末の国交審議会の答申を受けて引き下げっていうのは一応形っていうかルールでやったことですよ。で今でも当初予算にかけるっていうのが国交審議会にかけるかかけやんか即答できやんっていうのは、そのことで押し問答はもうしませんけれども、厳しく批判しておきます。はい、じゃあ3つ目いきます。松阪市人権保育基本方針についてであります。これについてはですね、去年も人権施策基本方針の見直しといいますか、もうそういう時期ではないかという議論をちょうど1年前いたしました。その時はなかなかはっきりした一定の見直すという市長の方向が出まして、いつしとくかせんかはもうとにかく そういうことはもう今回聞きません。ただそういう経過の中で、この人権保育基本方針が2004年平成16年5月にできたのが今年の3月改定をされました。年度としては前年度か分かりませんけれども、でそれについてはこういうご説明答弁ちょっと聞いたことあります。聞いて広本局長の方から今年の5月議会だと思いますけれども、松阪市人権保育基本方針は平成16年5月乳幼児から一人一人の違いを認め、共に生きる仲間づくりを大切に取り組んできた同和保育を基盤として策定いたしましたと。しかし昨今の社会状況の変化により、虐待いじめ問題、体罰問題、DV、コロナ禍による偏見差別などの深刻な人権問題が発生しており、このような中未就学児及びそのものの保育、幼児教育に携わる保育者の人権意識を向上させるために令和3年3月に一部改正をいたしましたと、このようなご答弁がございまして、これはしかるべきご答弁だと思います。それで、この際ですね、この2004年の平成16年と今回の改定、どこをどのように改定されたのか、まずご説明頂戴したいと思います。広本子ども局長。それでは改定内容でついてでございますが、先ほどご紹介もいただいたところですが、大きくは策定から15年以上経過しまして、社会状況等も変化する中で、人権問題、虐待、いじめ問題、体罰、DB、DV、コロナ禍、特にこういったコロナ禍のところで、偏見差別など深刻な問題が発生しているというような状況を認識をさせていただきました。そのような最近の状況の中で、人権保育に取り組むため、未就学児及びそのものの保育、幼児教育に関わる保育者の人権問題に取り組む方針として、一部改正をいたしました。細かくは時代の経過とともに、
関連する計画の名称等も変わっておりますので、そのあたりも合わせて改定をいたしたところでございます。以上でございます。久松議員。総論言われましたけれども、私はやっぱり、大きく変わった点、大きくって言わないですか、その時代の要請と社会的な社会状況の変化、そして、当然始まった頃から言えば半世紀ぐらい経つわけですから、その点ですけれども、ちょっとこれいただいた資料パッと自分が見た感じで、申し上げますと、本当に重要な変化があるわけですね。で、一つはもうはっきり言いますと、そもそもはですね、前の2004年の人権保育方針を見ると、これは童話保育という名前を使いますけれども、1973年に松阪市童話保育研究協議会が発足したというところから始まってですね、その当時の文書には童話問題ははじめ外国人障害者という文言があり、差別人権必要性についても部落差別をはじめという文言がありました。そして、推進体制には松阪市童話保育研究協議会をはじめとするという明確なそういう文言があったんですけれども、時代とともに変化しましたから、そういう文言が一切なくなりました。それが一つの時代的な大きな変化だというふうに受け止めますけれども、その点そういうふうに受け止めてよいかどうか確認したいと思います。広本子ども局長。はい、先ほどこれもご紹介をいただきましたように、現在の社会においては、いじめや虐待、体罰など子どもに対する人権問題、DV など女性に対する人権問題、インターネット上における誹謗中傷、外国人や障害のある方、最近では新型コロナ感染症の感染者等に対する偏見差別など、さまざまな人権問題が依然として存在しております。このような状況の中で、多種多様な人権問題が存在する中で、人権保育を取り組むために、見直しを行ったところでございます。以上でございます。浜本議員。私も時代の変化は分かるんですけれども、だから申し上げたいのは確認だけなんですよ、別にこれが悪い文章を作ったとか、何もそんなことは言ってないわけでね、だからこれ、松阪市の公文書として、やっぱり堂々と作られたわけですし、でそこの中にはね、童話保育がなくなったらそうは言いませんけど、松阪市松童法っていうのがあって、その発足から童話保育とか人権保育とかって始まった時期ってあるわけですよ。だからそれはもうずいぶん前の話ですから、でそれで歴史を経てきてここへ来てですね、で前回、去年の12月議会で、人権保育方針どうなってますかって聞いたら、変わっとるだろうと言われたけれども、いや実は変わってなかったんですよね。で2014年ぐらいにやっぱ大きなまさかの人権動画が関わる動きの変化があって、でそして皆さんこれ3月には現場の皆さんの努力もあって作り上げたじゃないですか。でそれは単に表面上の文言じゃなくてね、私さっき言ったように、私はこれは非常に優れた文書やと思うんです。三重県や今全国的な問題を見てもね、だから部落差別をはじめとしてっていうのは文言がなくなったのと、童話保育という言葉がもうほとんどなく、ちょっとありますけどほとんどなくなったのと、童話保育研究協議会いわゆる松童法がもうすでに集結してなくなってるわけですよ。だそこが大きな違いでしょうって、事実を確認してるだけだからさ、けしからんとか良かったとかっていうんじゃなくて、事実がそこにあるでしょうと聞いてるんだから、事実の確認ぐらいしてくださいよ。広本子ども局長。はい、先ほどおっしゃっていただきました事実 の確認というところでは、先ほどおっしゃっていただきました、松阪市保育研究協議会は
平成26年に廃止となり、今日に至っておるというところもございまして、そういったところの文言につきましては、削除をさせていただいたところでございます。以上でございます。久本議員。まだこんな話かと言われるか分かりませんけどもね、この松道法の解散と削除というのは、もう歴史的にやっぱり非常に大きな経過があるわけです。でこれは悪いけども、こっちから説明させてもらいますけども、例えば、手話カメラをお願いします。2008年ですから、さっきの人権保育方針のね、2004年5月にできた方針の時代の松道法の一つのレジュメなんですよ。これはもう議会でも私は自分ではちょっと前ぐらいに思ったけども、まあ随分前ですよね。だけどもこの当時どういう内容だったかというと、まず表紙目づくると水平社宣言ができましてね、でまあ、いろいろあるんですけども、この辺には例えば開放保育研究会へ行くとかね、今こんなん聞いても何のことか分からないような、ブラック開放研究集会とか、そういうものがずっと張ってて、それからこの時最大の問題になったのはここのとこなんですけども、保育士さんが11月の20日27日火曜日なんですよ、平日の昼間、これちょうど聞いて分かったんですよ、保育園から7名、幼稚園から6名で13人とかね、保育園から7名、幼稚園から5名、12名とか、解放同盟の当時の代表者、名前消しますけども、こういう人がに公務扱いで、フィールドワークって水平社の現地を訪ねるとどこ行ったか知りませんけども、そういうことをやってたわけ。今日でも保育や教育、就学前教育のお話ずっとありましたけれども、本当に忙しい保育士さんがこういうことに動員されたという、こういう内容を持つわけですよ。で組織立て見ても、もうこれはパッとしか出しませんけれども、名前を消しました。いわゆる教育長から始まってね、各教育委員会の課長、保育園、幼稚園の先生方、そして解放同盟の代表、これが幹事として張っている、いわゆる運動と教育が、教育行政がもう一体化しとったというのは、もう私は、厳しくやりましてね。でこれが先ほどお話しあったように2014年に亡くなったわけです。でもそれ以来ないんですけども、だから こういう事実を反映して、そして今日こういう改定に至ったというのは、私は非常に重要な松阪市における前進だというふうに思ってます。そういう意味で、今回ちょっと取り上げさせていただいて、行ったということになるわけですね。古い話の経過か分かりませんけど、今の就学前教育の中でこういう時代を経てですね、今の人権教育なり人権保育なりというのが確立されていくという中で、来ているということです。で、もう一つ言えばね、本来でしたら、この去年申し上げたんですけど、2014年に松阪市のこういう状況というのは随分変化したわけです。昨日もちょっと申し上げましたけれども、就学市の問題でも平成26年に境にして変わってきたわけです。だから2014年の平成26年というのは、この分野においては松阪市では大きな転換があったと、集計とかになれることは思うんですけども、はっきり言って転換があったと。だからその転換に即した
内容の今度人権保育基本方針ができたということで、私はこれは非常に大事な到達点だというふうに思っています。あと一つ確認しなきゃ分からない、この保育方針は決裁はどこまでされているのかね、ちょっとこれ最初に聞かなきゃあかんないけど、すみません。平本子ども局長。こちらの決裁につきましては、文書的なところでは当然2役の方にもご報告もさせていただきました、させていただきまして、事務的には、子ども局、環境政務生活部長の合議を経まして、決裁の方を取らせていただきました。以上でございます。下の次、市長決裁とか副市長決裁ではないということですけれども、しかしこれはこういう経過をもって、来たものでありましてですね、その点では去年、前生活部長、生活環境部長がね、去年こういう答弁されました。で、その時はそれまでのさまざまな人選施策事業を見直し、特定の個人、団体などの意見に偏重することなく、行政として中立公正な立場で臨み、行政自体が主体性を持って人権施策に取り組んでいるというふうに、おっしゃいましたけれども、その具現化がですね、保育の分野では、こういう形で現れたというふうに受け止めたいと思うんですけれども、それでよろしいでしょうか。平本子ども局長。今回の見直しにつきましては、ご答弁申し上げていますように、策定から15年以上経過しまして、社会状況が大きく変化し、多様化する中で、さまざまな人権問題が存在しております。今回の改定はそのようなことに対応できるように、見直し改定をさせていただきました。今後におきましても社会情勢、状況等の変化によりまして、必要に応じて見直し等の対応を図りたいと考えております。以上でございます。下本議員。集結したいと思いますけれども、市長は常々この分野においては後戻りはしないということを何度もおっしゃってましたけれども、そのように受け止めさせていただいてよか、最後に確認して終わりたいと思います。高山市長。今回の質問をいただきましてね、随分こう回答にも、配慮をしながらしているつもりでございますけれども、もう一度も申し上げます。やっぱり後戻りをすることなくですね、きちんと対応していきたい。人権問題本当に、様々やっぱ変わってきておりますんでね、例えば、少し前にコロナの話なんてのも本当にここ最近ですし、 LGBT 等々も、最近では慣れてまいりましたけれども、数年前は全くほとんどの方が知らなかったというふうに思います。そういう意味で言いますと、社会情勢はやっぱりかなり変化をしてきているということは確実に言えると思いますので、きちんと、そういったことも見極めながらですね、対応を図っていきたい、このように考えております。以上です。佐松議員。ですので、私はこの方針はやっぱり評価させていただいて、時代の反映と今の市長のお言葉は確認させていただいておきたいなというふうに思います。6時過ぎて質問に立ったのは本当に私初めてですもんで、できるだけ早く終わった方がいつも1分残りましたけど、終わらせていただきます。ありがとうございます。